微分方程式について説明したいと思います。理論物理学者の澤山慎太郎です。で、微分方程式について説明するんですが、だいたい1次の微分方程式については前の動画で説明してあって、で、さらにこのバネ振動の運動方程式のような解が、このようになることも前の動画で示したわけです。そこで、そういうのを分かった前提で話を進めていきます。で、まずその、このバネ振動の運動方程式の小数者拡張のこういうバージョンの解を求めるために、fx イコールエクスポネンシャルのラムダ x とする。これが方法論なんですけども、すると上司に代入して、このような2次の方程式を得ます。で、この2次方程式の解の公式が分かっていて、このようになっています。この解を2つあって、ラムダ1、ラムダ2とすることによって、解はこのように求まります。そして、例えば、先ほどの解き方で、この A の x 引くラムダ2乗イコール0のように10根となるとき、解は fx イコール、このようになって、ここに x が登場します。このようになります。そして、さらに、この方程式に、エクスポネンシャル kx が登場するとき、こういうとき、右辺に何か登場するときの場合を考えています。で、もっと一般的な話は次のページでするんですが、今、エクスポネンシャル kx の場合だけです。で、この解をこのようにすることによって、で、微分記号 d イコール ddx を使って、これはこのように書き換えることができます。で、この逆演算によって、求まります、解が。特殊解が求まります。で、D は K なので、エクスポネンシャル KX の微分は K になるので、このようになります。で、これは特殊解であって、一般解との和が本当の解になります。なので、これが解。この方程式の、この微分方程式の解です。これが微分その方程式の解です。そして、微分方程式3ですが、主に一般的に gx、右辺が gx のとき、このとき、これ一応まだ2次の段階ですが、やはりこの解を f1x、f2x とすると、はじめの方程式の解をこのように書きます。2次の方程式なので、規定は2個あります。規定ですけども。で、その定数を関数形にするわけです。C1 と C2 のように。このようにして、解くことができ、やっていきます。一応、規定というものがあって、1次の微分方程式なら1つで、2次の方程式なら、2次の微分方程式なら規定は2つです。3次の微分方程式なら規定は3つというふうに、次数によって規定の数が変わってきます。で、このように条件をつけることによって非常に簡単に解くことができます。で、初めの方程式は、ここに代入することによって、このように、この条件があるので、シンプルにこうなります。これ条件と組み合わせて、この行列のような式になります。この上1列が、1行が条件式で、この2行が、この、微分方程式です。で、この行列から、この逆行列をかけることによって C1' と C2' が求まります。で、ここで W というのが出たんですが、これは、この行列のデターミナントであって、ロンスキアンと呼ばれています。ロンスキアンが0の時は解が存在しません。で、基本、これが分かってしまえば、あと C1 と C2 は説明すれば分かるわけです。で、さらに一般論を述べますと、例えば、もっと N 次の微分方程式があって、こうなっている場合。で、この解が分かっている場合は、解くことができることもあります。
まあ、その解が、まあ、この解が分かっていて、N 字の方程式の解が分かっていて、こうなっているとき、さっきの行列の式は、このように拡張することができます。で、そこから求めることができて、論式案はこのようになっています。これでターミナント記号です。で、論式案が0のときは解を持ちません。で、微分方程式5ですが、例えばどこまで微分方程式が解けるのかという話なんですけれども、例えばこのような4次の通常の微分方程式 ABCDE が定数の場合ならまでは FX イコールエクスポネンシャルラムダ X の方法でラムダが分かります。まあ、しかしながら4次以上だと解の公式がないので解けません。これは4次以上の方程式の解の公式がないのはグルノンから分かっています。そして2次の微分方程式、例えばこれですね、定数を関数に拡張したものならば FX のテーラー展開で解けるものもあります。そういう場合は ABC が多項式の場合が多いですね。まあ、ベッセル関数やレジャンドル関数でそうやって求めています。まあ、それでもしかしこれが多項式でもまあ簡単に解けないものはあります。実は非線形の場合、例えばこれがここが G の FX のようにFX の関数になっている場合ですが、まあ、この場合も FX のテーラー展開で禁止できますが、まあ、しかし厳密に解けるものは少ないか、もしくは自分の知っている限りではないです。では終わりです。